それではスタートいたします。シグナルに注意してください。さあ、ノービスワイドクラスの決勝 C メインがスタートしていきました。さあ、オープニングラップはカーナンバー1番の神谷選手、そして2番手伊藤選手、さあ勝ち上がってきた伊藤選手がさあ2番手に浮上している模様です。さあトップは神谷選手、そして2番手伊藤選手、その差約3秒差、そこから約 2.4 秒遅れて3番手カーナンバー5番の加藤選手、4番手佐保田選手、5番手池田選手、6番手宮井彩菜選手、7番手安藤選手、8番手宮井由紀選手といったさあオーダーとなってます。レースの方は1分を経過、残り3分。さあトップはオレンジ、蛍光オレンジのマシン、今バックストレート蛍光オレンジのカラーのマシンが現在トップ。さあそして2番手のカラバ8番がさあここで変わりましたね。2番手にカナンバー4番の池田選手、3番手加藤選手、4番手伊藤選手といったオーダー。さあトップは1コース神谷選手、そして2番手池田選手、3番手佐保田選手、4番手伊藤選手、5番手安藤選手といったオーダー。さあトップは蛍光オレンジのサカラリング、今コース中央のストレート、さあトップのマシンは蛍光オレンジのマシン、さあ今コース中央のシケイン、そして中スレート1番の神谷選手が現在トップ、そして2番手にカーナンバー6番宮井彩菜選手がさあ2番手に浮上してきている。さあレースタイムは50秒を切ったところ、トップは神谷選手。さあ1コース、今ちょうどコース中央中ストレート、蛍光オレンジのボディ、そして2番手カーナンバー3番の佐保田選手、3番手にカーナンバー6番宮井彩菜選手。さあレースタイム残り10秒。さあ今4分経過、7コース1コースゴール、5コースゴール、4コースゴール、さあ2コース8コース5コースゴール、残りは3コース6コース、はい6コースゴール、全車ゴールです。さあこの C メイン勝ち上がりを決めたのは1コース神谷選手、おめでとうございます。さあ